Facebook アフィリでサクサク稼ぐ方法の藤井貴博です。この度は Facebook 第一人者の佐藤美希弘さん。この佐藤美希弘さんにですね、この Facebook アフィリでサクサク稼ぐ方法とですね、その上級編というサクサククラブというのがあるんですけど、こちらの方をですね、関して絶賛いただいたので、こちらにですね、その紹介文がありますので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。ちょっと読ませていただきますと、Facebook 塾を主催させていただいた佐藤美希弘と申します。Facebook 塾とは、Facebook を活用して収入を上げる3つのプランがありました。1つ目が店舗集客。2つ目がブランディング。そして3つ目がコピー&ペーストのアフィリ、コピペアフィリでした。しかし、この3つ目のコピペで1000万稼ぐというね、この手法が、塾生の中にですね、なかなか浸透しなかったということですね。そしてどうすれば再現性高く誰もが Facebook でコピペだけで稼げるようになるのか。あるパートナーの方、まあ私のことなんですけども、あるパートナーの方と研究を重ねました。そのパートナーがワードプレス塾の塾長であり、SEO 対策や情報商材も得意とする広告費0円で集客を教えている藤井貴博さんです。藤井さんは Facebook 塾が終了後も、このコピペで1000万稼ぐ仕組みを研究し続け、今や再現性9割を超えるというね、誰もが Facebook で稼げるという仕組みを作り上げました。私自身もこのシステムを使いながら実際に収入を上げていますし、本当に簡単に順序立てて、ノウハウとシステムが用意されておりますので、誰でも簡単に結果を出すことができます。これからもソーシャルメディア、Facebook で稼ぐ手法を、藤井さんと私、佐藤美希弘で、一人でも多くの方に伝えながら、たくさんの豊かな仲間とコミュニティを作っていきたいと思っております。あなたのご参加、心よりお待ちしております。いいねで年収1億円、講談社、著者、佐藤美希弘。まあ、こういうふうに書いていただきました。私の今やってることに対して、大変な評価をいただきまして、佐藤美希弘さん、本当にありがとうございます。そしてちょっと補足説明させていただきますと、まあ、一般のシステムと大きな違い。藤井貴博のシステムとですね、一般の今までの普通のシステムと大きな違い。これは一体何かというとですね、まあ、普通のシステムや教材っていうのは、人によって壁だらけなんですね。で、その壁によってできない人がたくさんいるわけです。その壁というのは、人によって全部違います。その方の経験、インターネットのスキル、まあ、いろんなことが、一人ずつ100人100色、みんな違うわけです。ですから、ある人はね、まあ、ここの壁でつまずく。ある人は、ここは乗り越えられるけど、ここでつまずく。と、ある人は、ここからここまではいけるんだけど、ここでつまずく。もうね、インターネットの中ってね、ありとあらゆるところで、本当につまずく、こういうね、壁があって乗り越えられない。まあ、そういったものがいっぱいあるわけなんですよ。で、通常ね、一般の商材とか、こう、お金払って買われますとね、できる方は当然いるわけなんですよ。でもその方は、こういったね、壁を乗り越えられる方の、でも乗り越えられない方の対するね、ケアというか、フォローをね、じゃあ完璧にできてるかというと、これがなかなか難しいわけです。そこで私はよくよく考えてですね、これをなんとか、このようにしたいと思いました。藤井貴博のシステムや教材は、ほぼバリアフリーに近い、緩やかな階段。ですから、玄関を入ると、まず踊り場があって、本当に低い階段を登っていただいて、そしてまた次に登り、次に登り、次に登り、徐々に徐々にね、こうやって登っていけるように作ってあります。ですから本当にもう、バリアフリーと言ってもいいぐらい、こういうふうに、ほとんど階段がないと言ってもいいぐらいね、簡単に、ただ第一ステップ、第二ステップ、第三ステップというふうに分かれておりますので、小さな小さな階段があるわけです。でも誰でもこれは登っていける階段だと思いますのでね。そしてね、それをだけやっても、まだ、もしかしたら壁があるかもしれない。でもその場合はね、例えば、スカイプでね、画面共有というか、相手の画面を見ながら、全部ここはこうですよ、ここはこうですよって形でお教えしているので、この壁というのはほとんどなくなってしまうわけです。ですから、どなたもお入りになったら、徐々に登っていって、最終的にはここに到達すると。そして、まあ、このように喜んでいただけるというようなことになると思います。じゃあこれがですね、具体的にはどういうものなのか。ちょっと覗いてみたいと思うんですね。これ実は佐藤美希弘さんにも会員になっていただいたんですが、私どもの会員はですね、Facebook アフィリでサクサク稼ぐ方法はこの部分が共通になっております。そしてサクサククラブの方はですね、個人個人、全部マイページという形でこういうふうになっております。内容的にはね、URL が最初から入ってるか入ってないかのぐらいの違いで、
と、それから、ツーティーアフィリっていうね、もうちょっと違う部分があるんですけれども、まあ、基本的には同じなのでね、ここで説明させていただきたいと思うんですけれども、で、このマイページ、まあ、佐藤さんね、佐藤さんのこう顔が入っております。そしてね、ずっと下の方行って、一応簡単な規約とかあるんですけども、マイページに入る。そうすると最初にですね、まあ、ちょっと、いろいろとこうあります。でもね、これはですね、上からね、例えば、スマホ用、PC 用のページ、これはセールスページですね。それから、注文フォーム、ね。それから、これはまあ、アフィリタグとかね、ツーティアタグとかなんですけども、商品、PDF とかね。まあ、こちらの方もですね、サクサククラブの会員になると、全部、個人個人のものがあるわけです。まあ、こういった URL、コピーも簡単にできるようになってます。でね、それから、サクサククラブの案内とかね。まあ、こういったものもあります。まあ、こういったものを一つチェックしていただくページなので、これが最初になって、スタートラインになっています。で、その次は、じゃあ、これはもう最初こう見てね、チェックするだけですね。例えば、申し込み者に送られる自動返信メール、どんな風になってるのか。まあ、こちらの方にずーっとこう書いてあります。ね。長い文章ですけれども、全部書いてあるので、間違ったとこだけね、確認すればいいっていう風になっています。元に戻ります。じゃあ、これを一応チェックしました。じゃあ、ここの中でもしわからないことがあったら、ここでね、すぐフォームで質問できるようになっていまして、問題ないということで営業を開始するというところで次のところに行きます。で、まず Facebook で、いろんなメッセージを送るときに必要なのはね、まず絶対的に知っておかないのはエッジランクなんで、まあこのエッジランクについて、ここに最初にビデオがあります。すべてのページが、ほとんどのページですね。このビデオ。友達リストからメッセージを送る。その前にですね、一つ大事なことをね、お知らせしておきたいと思います。それはですね、Facebook には、この Facebook にはですね、エッジランクというのがあるんですね。ここまあ長いので、この辺にしておきたいと思いますけれども、これはまあ入会されたらですね、見ることができます。それから、こういう問い合わせフォームがあって、そして最初はですね、ご自身のセールスページをシェアしようとかですね、の方法が書いてあります。そしてその通りやっていただきましたら、またその次に、常にね、質問フォームがついています。友達にメッセージしようとか、まあこういう3日、どのようにしたら、毎日何をやるのかとかね、まあこんな風になってまして、例えば、じゃあここで、まあこれビデオでも説明してるんですけれども、こちらの方でですね、テンプレートというのが用意されています。例えば、友達リストから送るメッセージ、誕生日プレゼントのメッセージとかね、いいねをくれた人に送るメッセージとかになってますけども、例えば、友達リストからメッセージを送るというページを開くとですね、このようになってて、またビデオの解説があって、そして、簡単な話が、ま、友達になったけども、全くメッセージ送ってない人とか、長期間メッセージしてない人、最近メッセージした人とかってあって、例えば、ここであるとね、全くメッセージしてない友達の場合はね、最初はね、この部分なんです。これ上から1、2、3ってあるので、順番にやっていけばいいですね。そして一番最初は、これ何々3ってなってますので、何々3っていうのをコピーして、自分の Facebook を出して、そして友達のところに送ればいいだけなんですね。ですから非常にこう簡単になっております。大体ね、友達に送ったと思ったらですね、その次ですね、友達を増やそう。次は誕生日のプレゼントとかね。まあ、これもですね、どんどんこうあるんですけども、作業のステップというところで、最初は重要データの確認、その次はエッジランクをしようとかね、それからセールスページをシェアしようとか、友達リストからメッセージしようとか、友達を増やす誕生日プレゼント、いいねをくれた人にメッセージ。まあ、こんなような構成になっておりまして、一歩一歩ですね、まあ、このようなね、壁じゃなくて、一歩一歩ね、登っていけるように作ってございます。そういうことなので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。詳しい内容についてはね、セミナーの方でお話しさせていただければと存じます。